広島に行ったことありますか？ありますですね。広島で市電を待つ列に並んで、日本には被爆2世という50万人という列が続いているのだから、できるなら私もその列に加わりたい。原爆が炸裂した時、見えない放射能はこの国の父と母のところにも届いたかもしれないのだから、戦後に生まれた私が原爆の悲劇と被爆者の苦悩を忘れないためにも、アメリカへ帰る私が1万発の核兵器に抵抗するためにも、私は末席に連なる一人の被爆二世でありたいと、蒸し暑い黄昏時の広島で市電を待つ列に並んで、背筋を伸ばした。被爆二世の方は今50万人と言われてるんですけど、私は広島に、2005年8月に行ったんですが、アメリカの方々と一緒にアメリカから来てまたアメリカに戻ったんですけど、この時に会った被爆2世の女性の方、あの集まりがありまして、10名いらっしゃったかな。そのうちの半分は甲状腺障害を持っていらっしゃいました。私と同じぐらいの年ね。驚きました。あの甲状腺障害だからがんじゃないんですけど、甲状腺異常ですね。で、あの50万人の方々、あの健康被害調査はあるらしいんですけど、それは全く調査だけで、あの実際その両親とも被爆者で、それで被爆2世で生まれた方々が、知らないうちにやっぱりいろんな異常をきたしてて、実は、短命なんですよねとかっていう、そういう話もしてた らっしゃったりとかしてんですけど、日本ではそこまでまだまだ、実態調査みたいな、どういうことになってるのかっていうのはまだ2世でも3世もいらっしゃいますし、もこれからまだまだどういうことになるのだろうかっていうことは、広島で私はすごく驚いたんですね。